松山市大街道2丁目のギャラリー田中で気まま展拓本編が開かれています。これは書道家の松下金秋さんが主催したものです。会場には金秋さんが1980年頃から中国を訪れるたびに買い求めてきた拓本や金秋さんの書など146点が並んでいます。拓本に魅せられて買い求めて、あっという間にもう60点100点ぐらいになったかしら。楽しい展覧会にしたいと思って、皆さんそれを皆さん楽しみにしてらして、今回はここのちょうどギャラリーさんがギャラリーを最後になさるっていうのでお声かけていただきましたので、ああそしたらもう最後にもう洗いざらい自由も洗いざらい出して発表したいと思いました。はい、拓本とはまた別にですね、中国ではこの美しい便箋ですね、これもねこのしたためてますが、いろんな方にいただいたりお祝いでいただいたり、そして買い求めたのもありますが、もう非常にね楽しいんですね。だから作品を作る前にですね、こういうのを見て、あ先人がこういうので楽しんだなと思うような雰囲気で作品に挑むと非常にねいい作品ができるんじゃないかという希望とかでこうしたためたものを、今回はこんな初めてなんですが、こういう視線も一緒に出しました。世界にいろいろと旅行いたしました時にもやはり書から離れないので、スカーフだとか寄席ですからストールとかなんか買いますけど、それも合わせたものをちょっと作ってみたりするものですから、こちらの方はインドのスカーフなんですけど、それをスカーフをバチッと半分に切っちゃって裾の刺繍をちょっと利用しまして、で上にはちょっと面白い拓本ですね、拓本もですね絵が描いてありますね。この絵にも一つ一つ意味があるんですね。そこの土地の人たちの国家を安泰だとか、それとか五穀豊穣を祝って、そして祈願しながら岩に掘ってるんですよね。それを拓してるんです、拓本にしてるんですね。ですからその時代にあった時の文字を探して、それをちょっと合成したのもありますし、書道してる人だとかもう文様としてアートとして壁にかけたりする人もいますので、そういうのもいっぱい用意してますので、ぜひぜひ楽しんで見ていただきたいと思ってます。はい、大小さまざまな拓本が並び、とても見応えがあります。この気まま展拓本編は7月11日まで松山市大街道2丁目のギャラリー田中で開かれています。